演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ミツカンの全部ベジバイツ、ミツ&カカオニブとパンプキン&シナモンを食べたいと思います。全部これで野菜の変容素は全部取れるってことなのかな、ベジってことは。ビーツって野菜だったっけ。ちょっと気になる部分がありますが、ではその気になるビーツからいただきたいと思います。あー、なんか1食分の野菜切りましたとか、なんかすごい大きなこといっぱい書いてるな。ではその1食分の野菜をこう対面、こんな感じです。見た感じは普通のチョコレート菓子のような気がしますが、ではいただきます。甘酸っぱくてほろ苦い味ですね。こういうのいいですね。で、口の中でしっかりととろけていくとはちょっと違うか。次はパンプキン&シナモンいただきますね。こちらは真っ黄色ですね。黄色というか黄土色か、確かにかぼちゃ色でもあります。ではいただきます。かぼちゃの甘さがしっかり感じられますね。本当、かぼちゃが好きな人間としては本当にたまらないです。こちらのビーツの方は、口に入れた瞬間にビーツのあの独特な酸味が口の中でブワッと広がってきて、ブラウニー風の食べやすいチョコレートお菓子と一緒に見事に感じさせてくれましたね。ブラウニー、チョコレートが好きな人にはぜひおすすめできますね。これで栄養が取れるのは嬉しいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのパンプキン&シナモンは、普段食べてるかぼちゃのモンブランとかコンビニとかにありますが、そういうのとは全然違って、本当にもうかぼちゃの甘さ全力全開といった感じで口の中に広がってきました。でシナモンはそんなに強烈な感じはなくて、あまり癖はなかったですね。なのでかぼちゃが好きな方にはぜひおすすめできる人としてです。自分も好きなのでこちらの点数とさせていただきます。本当に美味しかったです。で、この全部というもの、なんかこういうのも同封されていて、なんかこういうペーストとか、あと今回の袋詰めとはまた違ったスティック、こういうのもあるみたいなので、またこうしまた機会があれば食べてみたいと思います。なんかこういう風にして直接買えるみたいですね。また買ってみようかな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。